ああ、やっぱ自宅落ち着くわ。子供しかおれへんかった街のあの居づらい空間と比べてだいぶ落ち着くわ。誰かいるわ。全然入っていいって言ってないのにむっちゃ座ってるわ。ズタボロやん、この子の服。ごっつ穴開いてるやん。でも露出度合いで言うと私と正直そんな変わる。まあ、というわけでダウンタウンにやってまいりました。あのハゲが政見放送やるよって言うからね。政見放送興味あるわ。いつも NHK でやってんのしか見たことないから、生政見放送とかなかなかレアなやつじゃん。ちょっと待って、ポイント集めさせて。へいへい、いた。へいへいへい、いた。へいへい、いた、いた、いた。なんやねんこの街、障害物多ないか。あれ、じいちゃんや。うー、行き過ぎた、行き過ぎた、行き過ぎた。どうしたん、じいちゃん。もしかして、シアネも一緒？いいのか？お前さん、本当に準備万端なんじゃろうな。え、何のこと？なんか準備するものなんてあった？ちょっとな、胸騒ぎがするんじゃ、これは創造主の勘ってやつじゃが、もしやお前さんが異次元世界で取り忘れたりやり残していることがあったら、この先面倒になることが気がしてな。よくわかんないけど、今異次元世界行った方がいいのかな。それはお前さん次第じゃな。ボス戦やからこの先戻れなくなるよっていうやつですね。優しいですね。あ、まあ、別に、この次のミッション終わったら戻れるので、つまりこっからボス戦やからしばらく動けなくなるよっていうだけなので、全てが終わると全部できるようになるから、まあ気にしないでおきましょう。おい、キトゥーン。キトゥンだよ。ソフトクリーム食ってけ。ああ、おっちゃんソフトクリーム屋開業してる。市長ドネリカの重大発表があるらしいんだ。めちゃめちゃ人集まってるから稼ぎ時なんだよ、今日は。ほら、食ってけよ。占い師の人や。あんまり出てけへんかったから一瞬誰かと思った。ソフトクリーム食ってるキトゥン間抜けづらすぎるやろ。こんなヒロインいる？ダッサー。 ダサー。何それ。今更やけどさ、このゲーム、なんか、敵キャラクターが開発している開発コードみたいなのが全部海関係やねんな。シーワスプとかジェリーフィッシュとか。あ、アドロ、きっとあの男知ってんのか？あいつはドネリカの腹心と呼ばれている男だぞ。あまり噂を聞かんが。え、アドロが？何それ、人違いだよ。親愛なる市民の諸君。あ、このきっとん可愛い。お前、顔安定せえへんな。今日という日は歴史の1ページに記されると私は確信している。なぜならば我らを脅かすネビーどもの戦いに終止符が打たれるのだから。さあ、救世主の誕生を祝おう。どれどれ救世主？こうしてポリゴンで見たら、スワンちょっとかっこいいやん。玉。赤玉。何あれ？ふん、噂の新兵器じゃな。警報発令、ネビーの大軍が接近中。こっちで急いで避難を、子供と老人を優先させるんだ。板についてる。ふん、タイミングよく現れたもんじゃな。ギーだ、私行ってくる。おう、踏ん張れよ。諸君予定より早めだがいい機会だ。パリとは時しかの威力をお披露目しよう。お披露目して。気になる。では、華麗なる美人を。お前、顔グラフィックコピペじゃないか。前も似たような顔見たぞ。七上、ハエどもを殲滅せよ。七上ってこいつの名前やろか。いってらっしゃい。で、すごいさ、ネタバレしていいかな。無防備都市。まあ、こっからネビーが大量にぐわーって襲ってくるんですよ。襲ってきて、こう、うわー、倒さなきゃ、でも新兵器も暴れている、みたいな状況やねんけど、ここ、きっと何もせんでいいんやから。すごい、初めて、初見プレイです、初見のあれを見ていますっていう人は非常に申し訳ないし、キトゥンもネビー倒さなきゃって言ってんねんけど、ここ七上が全部倒してくれるから。ほら、いや、もうなんかいろんな物理法則を無視して、あいつが一撃のもとに全ての敵をほふっていくんやんか。だからキトゥンは出てきたこのなんかバイタルジェムで癒されてるだけでいいねん。あ、癒されるわ、癒されるわ。だってキトゥンが倒した数とかカウントされてないし、俺とあいつ、この相棒と私とのこのミラクルタッグによる倒した合計数だから、
全然そういうんじゃないから。キトゥンが頑張るとかそんなんじゃないから。俺とあいつは一心同体みたいなとこあるやん。わかるやろ。で、この爆発、キトゥンは絶対当たれへんから。つまりあいつは俺のことを気を使ってくれてる。おい、キトゥン危ないぜ。今から俺が、ネビー、ぶっ倒しビーム撃つから避けてないと死ぬぜっていう。優しい。さすが七上や。ほら強い。うん、もう17体も倒しちゃったよ。これはドネリカ市長さんに報酬もらわな。市長さん結構頑張ったんですよ今回。すごい、あの刺激あっという間にネビーを。いやーすごいな。リター、お前だけは倒す。 お前だけはマジ許さん。お前だけはマジで許さん。いった、で、七上さん、なんとかして。無理、あいつはちょっと無理。意味分かれへん。さすが七上さんだ。こんなにも回復ジェムが私のために頼れるな。これからはもう世界の平和は全て七上さんになんとかしてもらうしかないな。パトリア時しか、なんだろう、なんであんなに強いの。ああ、そんなに気にすんな、アホ、ボケ。アホか、お前は。強いものは強いんじゃ。トラがなんで強いか知ってるのか、お前は。パトリア時しかさんはもともと強いんじゃ。よし、ここにいたら、敵の攻撃範囲外になってしまうから、敵の突撃を完全に防ぐことができることに気づいた。よし、終わった。あ、そんなとこにおれへんかったけど。私もっと安全なところから見てたはずやけど。でー、あなたを対ネビー特殊法113号により拘束します。抵抗は無駄です。は、この時に何言ってるの。ネビーのいかなる攻撃も跳ねのけるパトリア特殊化が、パリトワ特殊化が完成した今となっては、あなたのような存在は、いえ、そもそもあなたにはこの街に必要のない存在なのです。エキサビルは私が守ります。一体私が何者っていうの、そんなことより今何すべきかわかんないの。七上さんの活躍を高いところから見守るべきよ。おとなしく投降してください。犬のない血は流したくないです。はい。あのさ、そういうのは任務に忠実だとかそんないいもんじゃなくてね、自分で考えることから逃げてるだけだよ。急に時々神様みたいな視点になるのはなんなんやろ。司令司令って有利にべったり依存しすぎ、あいつは少し骨のある男かと思ってたけど、結局つまらない中間管理職、そしてハゲ。ああ見えて腹の底では結構計算ボロクソに言うやん。2ページにわたってボロクソに言うやん。そら怒るわ。司令を侮辱することは許さない。それは別に司令大好きじゃなかったとしても怒るわ。一言余計やねんな。よいしょー、よいしょー、あ、外した。どこや。一旦着地するわ。見失った時は着地するに限る。どこや、高いな。ちょっとある程度近くまで移動して。何の抵抗もなくキックを受け入れるの面白い。あ、やばい。突撃が勝ち合った時は向こうのが強いんだよね。まあ、でもそらそうやよな。そうじゃないと蹴りたい放題やもんな。いった、マジで。いやでもこの距離、よし、もう一発蹴る。あーかん、判定が消えてる。おらフルヒットしたやん。すごい、今格ゲーみたいやった。待て待てーい、いや待て待てーい。無駄な抵抗を続ける気ですか。もう一度だけ言います。投降することがあなたにとって最も正しい選択です。自分のことくらい自分で決めるや。やむを得ません。使いたくはなかったのですが、無性なんかニカからゼル、いやいやいや、ユニカが逃げとってん。違うね、やめて。そう、ええ、待て、これや。痛いで、それ絶対痛いで。避けて、頑張って避けて、頑張って避けてや。ああ、ユニカが死んじゃう。それがユリに泣きつく。ザレ事はやめなさい。手加減はここまでです。武装解
管制セーフティ解除、パルス脈動制御弁ともに最大値出力 121%。 そんなん言ってるけどまだ飛んでくるからね、気をつけてな、痛いからな。どこ行った、うおー近い近い、くそ、どこへ、どこや、弟って、いてててててて、外した、いける、あと、いあと一蹴りやな、一蹴りやねんけど、ここに来てこいつ隙がめちゃめちゃなくなってるから、攻撃をいけんちゃう、いた、いや、いけるいけるいける、気にせず蹴れ、気にせず蹴れ、気にしなくていい、よし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 、落ちた落ちたな、あれくそ、あいつの首を、あいつの首を、きたー、あ、間違えた、ちょ待って、ちょ、三角で出たから反射的に三角を押してしまって、そしてブラックホールが発生しただけやね、ちゃうね、近づきたいね、いやもう、いい、それいい、それいい、それいいです、近づこう、プリキュアタイム、まあ、でもあの子美人やから殺したくないから優しい目にしよう、顔だけは攻撃しないようにしよう、よし、ええ感じやな、割と顔面からいった気がするけど、ふう、買った買った、よし、まずは服を全て脱がして、すごい装置、ああ、あかん、ダスティが連れて行かれる、あたしかいな、え、あたしかいな、何この装置、科学力すご、あれでもこのポーズどっかで見たことあるな、あれか、あの完全に今気づいたけど、もしかしてなんかあのエルシャダイみたいな世界の一番最後におった貼り付けになってた自分って同じポーズじゃん、任務完了、ジャキーン、パンパンパン、ドーンめっちゃ簡単に壊れるやん、でも大丈夫、その壊れ方きつい、粉々になれへん、あ、よかった、粉々にならない落ち方してくれた、おい大丈夫か、きつい、うわ、指導がイケメンすぎる、映像入りでは済まないと思え、何なんだよこれ、あんたどういうつもりだ、キツンをどうする気だ、これは総司令部の命令だ、一兵卒の預かり知るところではない、ふざけんな、一体お前ら何が目的なんだよ、ネビー戦列をお題目に、本当はファンファンファン、おっと、このタイミングで、これは七上くんが暴走を始める、ちゃうわ、壊れたわ、しょぼ、父ちゃんあれなんか変じゃねえか、しれ、パトリアの、パリとあの様子が、パトリアって呼んでまう。あ、暴走したわ。よかった。あの感じで暴走せえへんかったらどうしようかと思った。嘘わざわざそんなんを。あ、落ちますね。あれ落ちますよ。もう行ってきた方がいいっすよ。待ってろ人、今俺がなんとか、あなたは運命に背くことを選ぶのです。怖っ、シアニア、怖っ、私が干渉の禁忌に触れましょう。まだこの夢を守らねばなりません。守護者よ、あなたの役目を果たしなさい。重力姫を解き放つのです。ガシャーン、にゃー、あなたもまたこの夢の結晶の一つ。まだ彼女の灯火であってもらわねばなりません。グラビティキツンに休息なし。